ここはフィルージャ。いろいろなものが空から落ちてくる世界。俺たちの暮らす世界。ずっと変わらない世界。そう、あの日が来るまでは。フィルージャで暮らす俺と妖精のパッチ、俺とお前、この世界で二人っきりの大切な相棒なんだもんな。そんな俺たちのもとにある日思いがけない出会いが空から降ってくる。すまないけど君、ここがどこかだけでも教えてくれないか。元の世界へ帰りたいと望む彼らに力を貸すため、俺は冒険へと旅立つ。俺はあの空から落ちてきたんだよな。向こうから大きな力の流れが。私、道に迷ってしまったみたいなんですけど、ここがどこだか教えてくれませんか？いいぜいいぜ。そうやってたっぷり怒りと絶望の感情を醸し出しやがれ。単刀直入にお伺いします。あなたたちは何者なのですか？冒険の中出会う異世界からやってきた仲間たち。お互いを知ることで絆を高めながら、世界を隔てる境界、絶死壁を目指していく。その先に仲間たちが帰るべき場所があると信じて。私はこの世界に一人きりだった。永遠に変わらない世界、それで構わないと思っていた。だけど彼らと出会い、私の思いは変わっていく。じゃまずは私からね。行くぞ。私は自分の知り得なかった世界を知っていく。この子に手を出すつもりなら私が相手になるから。戻るべき場所で果たすべきことを果たせば自然とね。だから頑張るんだ。謎の生物、雲の先兵の出現、変化する世界に私は戸惑いながらも、仲間と力を合わせ共に苦難を乗り越えていくことで、その絆は強くなる。君がラージュ、そして君がアムだね。なんか見られてないか？それもあんまり良くない感じ。前みたいにうまく収められるといいけど。そして旅行く先にはまだ見ぬ仲間たちが待っている。たどり着くべき世界の果て、絶死壁。その境界の先には何が待ち受けるのか。未来への不安が、未来への期待が交錯する。サモンナイト6、失われた境界たち、3月10日発売予定。初回封入特典、序盤の戦いを有利にできる召喚獣、親方が入手できるプロダクトコード、サモンナイト15周年記念豪華パック同時発売。歴代シリーズのイラストが満載、プレミアム画集。サモンナイト6オリジナルサウンドトラック CD、 ゲーム本編を歴代シリーズの主題歌や BGM で楽しめるサウンドエディションデータ、プレイステーションビータ専用テーマ、かわいいラージ&アムラバーストラップ。サモンナイト15周年記念豪華パック同時発売。バンダイナムコ。